はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第10弾をお送りします。で、盛りだくさんなんですよ。今回11問ありますので、まずこの状態でね、動画を止めてもらって、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますね。ちょっとお待ちください。よいしょ。あ、もうちょいか。この辺でいいかな。いつも通りね、こう参考記録として自分が解いた時間書いてるんですけど、まあ、4分47秒かかりまして、しかもね、初めてミスったんですよね、今回。そう。で、ミスったのが、あ、ごめん。よいしょ。ミスったのが10番を間違えまして、まあ、どう間違ったのかも一応ね、話していこうと思いますけども、すいません。解けなかった1問、ちゃんとね。では、行きましょう。で、1番が、まず 9A、マイナス 5A なので、まあ、これは、文字ね、A っていう同じものを使っているので、9-5 で、4A で OK だと。で、2番行きましょう。で、これちょっと珍しいですよね。割り算と足し算があったら、足し算を先に持ってきて引っ掛けようっていうのが多いんですけど、まあ、これ素直に、普通に割り算からやってください。ここね。で、12割るカッコマイナス2で、これがマイナス6。だから、マイナス6、プラス1で、マイナス5で、これで OK です。で、次がルートです。ルートの足し算引き算、今回引き算ですけど、っていうのは、ルートの中身が一致してないと計算することができません。で、ルートっていうのは、パッて見たときに、まあ、ルート7と、ルート28がありますよね。これ、直せないかなっていう、なんとかルートなんとかに直せないかなってチェックをすると。で、6ルート7は、これは直せないです、このまんま。で、いいんですけど、28っていうのは、これ 4×7 なんだよね。で、4が2の2乗だから、2が出てくると。つまり、こうなります。2ルート7。ってやれば、ルートは一致したので、6-2 をして、4。それにルート7をくっつけて、これで OK です。で、次が、X が13の時にこれを解くと。で、これはですね、普通に13を入れて、13の2乗、マイナス 8×13 プラス15って計算してももちろん OK です。OK なんですけど、このタイプの問題って、だいたいここは因数分解できます、ここ。で、今回もやっていくと、ちょっと待ってね。かけてプラス15、足してマイナス8の数字のコンビを探したいと。で、まあ、15が5、3、15なんで、まあ、じゃあ3と5にしとこうか。で、両方マイナスにすれば、かけてプラス15、足してマイナス8になるから因数分解完了です。で、これをやった後に13を入れるとすごく簡単になります。例えばここ13入れるでしょ。13-3 なんで10になる。で、カッコとカッコの間は掛け算隠れてるんで、かける13-5すると、8。つまり 10×8 だから、80だよと。こっちの方が計算ミスはやっぱり少ないですよね。13の2乗しちゃうと169とかなって大きくなってしまうので。だからもし、その受験とかの本番の時に時間が余って、で、見直しというか、やり直しをやろうと思ったら、このやり方と、あえて2回目は、その13とか普通に代入する方、ちょっとめんどくさい方ね。で、やってみる。2パターンの解き方をしてみて、答えが一致してたら、合ってる可能性上がるじゃないですか。まあ、そういう風に確認してもいいかなとは思います。で、ね、後ろにいっぱい問題があるんで、サクサク行きましょう。5番です。これ、解きます。まあ、x2 乗に係数5がくっついてるので、まあ、中学校の範囲であれば、ほぼ、解の公式がいいかなと。で、行くと、2a 分のなんで、2×5 で10分のマイナス b。マイナスにマイナス9となるから、9プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac ですよね。b2 乗マイナス9の2乗は81。マイナス 4ac はマイナス4かける5かける3です。で、計算するとマイナス60か。こうなります。で、ルートの中身、計算すると、ルート21。で、21っていうのは出てくることができないので、これで終了となります。
次が連立方程式ですね。で、これは、ま、下に、2をかければ y が揃う。まあ、3かけてね、x 揃えてもどっちでもいいです、これは。まあ、y かけて、2をかけていきましょう。上はそのまんま、いきます。こう。で、下に2をかけると、2x プラス 2y イコールマイナス2。y を消したいので、今足し算ですね。足し算するとここは消えると。で、そうすると、5x イコール5。つまり、両方5で割れば x1 ですよね。ちょっとこれ答え下に書きたいんで、ここいいかな。x イコール1です。入ってる？あ、ギリ、OK。で、下の式の方がいいか。ここに1を入れて y を解くと、y イコールマイナス2となって、これで OK です。ギリギリだね。大丈夫。で、いつも言いますけど、連立方程式っていうのは合ってるかどうかがチェックができます。だから、出てきたこの答え、1とマイナス2をそれぞれの式に代入する。例えば、上の式だったら、x に1を入れるんで、3×1 で3ですよね。マイナス 2× 代入して、マイナス2でプラス4、イコール、この7。これ、左辺も3足す4で7、右も7だから OK なんです。で、下の式も入れると、1、マイナス2、イコール、このマイナス1。計算するとマイナス1なんで、マイナス1イコールマイナス1で OK と。両方の式がちゃんと成り立ってれば、絶対出した。この答えは合ってる。っていう確認ができますので、ね、ぜひやってみてください。ちょっと消そうか。さあ、6問ね、計算駆け抜けましたけど、まだ残ってるね、5問ね。で、次が、y イコール ax2 乗、二次関数です。ちょっとここな書いてなくて、ごめんね。この二次関数があるんですけど、今、その問題、もともとね、問題に書いてあったやつで、通る点が分かりますよね、座標が。で、もし、ちょっと確認したい方は動画最初に戻してもらうか、あとツイッターには問題文貼ってあるんで、その辺でチェックしてもらえたらと思うんですけど、例えば、3の3って通ってるんですよ、今回。3の3ね。で、あと6の12だっけな。確かこれも通ってるよね。OK ね、通ってる。あとは、マイナス3の3とか、マイナス6の12っていうのも通ってるのがわかるんですが、どれか1個通ってるところを代入すれば OK です。で、数字はちっちゃい方が簡単なんでね、3の3を使いましょう。で、代入すると、3イコール、x に3入れると、9a です。で、これを解くと、ちょっと右消そうか。まあ、このまま解いちゃってもいいんですけど、まあ、a が左に来てるのがわかりやすいと思うので、右辺と左辺、丸々入れ替えます。で、丸々入れ替えるときは、符号を変えなくていいので、こうなる。で、これを解くと、a イコール9分の3だから、3分の1で、これで OK です。で、これ解くときなんですけど、例えば、みんなね、パって言われて、これを3って、いう子が出てくるんですよ。で、普段全くこんなミスしないのに、模試の時にやるみたいなことが結構起こります。で、これはですね、やっぱりちょっとこう緊張状態、模試とかの受験とかもそうですけど、の時に、もう6と2だから3みたいな暗算は行きたくなるんだよね。でもそうじゃなくって、自分よく言うんですけど、文字にくっついてる数字が下に来るよ。つまり、こういう感じね。だからこれ、こうやって3分の1なんです、これも。これが、2x イコール6だったら、まあ2で割るからって考えてもいいんですけど、文字にくっついてるのが2なんで、こうなる。つまり1分の3だから3なのね。いいんだよ、ちゃんと6割る2をやってとかさ、6×2 分の1って考えて構わないんですけど、このミス結構出るんで、気をつけてください。もったいないからね、これで4点、5点とか落としちゃうとね。よいしょよいしょ。じゃあ8番いきましょう。で、まあこれもね、ちょっとここに表が書いてないんで申し訳ないんですが、まあクイズ大会があったと。40人参加しました。で、A、B、C の問題があって、A、B は当たると1点、C は3点なんです。じゃあ、その3問のうち2問正解した人って何人ですか？で、それを表から読み取れよって言ってます、この問題。で、これは計算とかではなくって、どっちかというと、問題をしっかり読み取れるかっていうところがポイントです。どういうことか。今回 ABC の3問しかないんで、
2問正解っていうのは、AB に当たるか、BC に当たるか、CA に当たるかっていう、この3パターンしかないです。2問正解っていうのは。で、AB に当たると、これ、それぞれ1点なんで2点ですよね。この人たち。で、BC っていうのは C が3点だから、これ4点。で、CA も同じく4点です。つまり、こっから何がわかるかっていうと、2問正解の人は2点か4点なんです、絶対。で、決まってる。だから、あと表から2点の人何人って、これ5人ですよね。で、4点の人何人って、これ合わせるとまあ15人ですよね。で、この組み合わせしかないから足して、答え20人って。よいしょ。こういう風に解きます。この問題は。計算とかではないですね、特にね。でも、多分、まあ自分の感覚だとつまずくは結構出てくるかなと思います、この8番は。言われてみれば、あーってなるんだけどね。で、9番行きましょう。台形がありますと。で、まず、AD と BC が平行。で、まあ図が書いてありますよね、問題で。あるんですけど、平行マークってほとんど書いてくれてないので、これは絶対に書き込みましょう、自分で。なぜかっていうと、わざわざ問題文に平行って書いてくれてる。それは、平行を使ってやれよって言ってます。使わないんだったら書く必要ないからね、基本的に。だから書き込んでおく。忘れないようにね。で、もう一個、AB と AD が同じ長さ。じゃ、ここか。ちょ、2本にしとこうか。この長さ同じね。で、あと30度、80度、X は書き込んであるから OK ですね。で、この時、まあ、X 求めたいと。で、さっきも言ったように、角度の問題で、その平行出てきたら、基本的に同位角、または錯覚、てか、ほぼ錯覚だけど、を使います。錯覚ね。2年生で勉強したやつです。で、錯覚っていうのは、自分、錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z ってよく言うんですけど、例えば今回であれば、ここ平行ですよね。ここに逆 Z を作ります、こういう。その時の尖ってるここの2箇所の角度は一緒です。錯覚だから。平行のね。つまり、上に30度が移ってくる、ここ。30度。いいかな？これでも錯覚、平行を使いましたと。じゃあ次に、ここの長さが同じってわざわざ言ってくれてるじゃないですか。だから、その2個を使ったこの三角形に注目します。長さが同じです。つまり、平行四辺、間違ったよ。二等辺三角形なんです。この三角形。辺二個一緒だからね。二等辺三角形ってことは、ここの角度は同じです。これは二等辺三角形のルール。で、今上、30と80くっつけて110度使ってます。三角形は全部で180度。110使ってるから、残り70度ですよね。その70度を2個で分ければいい。つまり、この×のところは、70÷2 で35度になります。もちろんこっちもそうね。上も35度。で、最後、X、どう持っていくかっていうと、ここの X と、ここの角度って同じですよね。これは、×にした時の、ここ、対頂角ってやつです。同じ。で、ここの三角形に注目すると、80度、35度って出てるから、じゃあ残りの X 何度って言われたら、今順番で赤だね、次ね。180から足した115度を引いて、これ消しとこうか。答え、65度と。これで終了となります。一応 X イコール書くか。これで OK。で、角度の問題っていうのは、その解くまでのアプローチの仕方っていうのは一通りじゃないです。だから、自分が解いた通りじゃなくても大丈夫です。解けてれば。違うルートもあるからね。あるんだけど、ひとまず、この平行の時の錯覚ね、錯覚の Z、錯覚の逆 Z とか、同じ辺があったら二等辺三角形のそのルールを使ったりすることが多いので、まあ、こんな感じで確認してみてください。よし、来たね。10番来たよ。はい、で、ここやりましょう。で、まず何をミスったかをちょっと説明します。
今回、見取り図の問題、投影図ですね、の問題で、結構苦手な子が多いところです、投影図。で、立面図と平面図っていうのが書いてあって、で、正四角錐って書いてくれてるから、ちょっとざっくりいくと、しまったな、先に書いとけばよかったな、これ。ごめんね、すっごいフリーハンドで書いちゃったけど。まあ、こんな感じになってるんです、正四角錐ね。で、立面図、上の三角形はこれを真横、いいね、真横から見た状態。で、下の平面図っていうのは真上から見た状態です。で、真横から見たときに正三角形になってると。で、その正三角形がどこかっていうのを俺が間違ったんです。で、どこ間違ったかっていうと、それを手前のここの三角形と勘違いしたんです。もうこれ一番やっちゃいけないよね。もうほんとすいません。まあ、同じミスしてる方いるかもしれないですけど、気をつけましょうね、お互いね。でそうじゃなくって、真横から見てるんで、ここです。ちょうどど真ん中のここの三角形になります。真横から、だからもうバサって切ってる感じ。真上から。バサって切った時のあそこ。だからあそこが今回乗ってる、この正三角形になります。今回ちょっとごめんね、赤赤なんですけど、青の下なんで赤で描きますね、ここね。で、6センチですよね。つまり、ここ6、6、6なんですよ。正三角形って分かってるから。で、これで何が使えるかっていうと、こいつの体積を出したいですよね。体積っていうのは、底面積。今だったら下のこれ正方形です。底面積かける高さ。ね、今、錐、尖ってるから、それに3分の1をかけてあげるっていう。基本的には底面積かける高さって覚えてください。体積ね。ってことは、高さが必要だと。で、この三角形のこの部分。まっすぐ下ろしたここね。それがちょうどここの高さになります。だからここの長さ出したいなって考えればいい。で、X って書いておきましょう。ここね、X。で、左側の三角形つけてちょっと大きくしようか。ここね、左側。ここ X って置きました。6です。で、下はちょうど半分になるから3になります。6の半分なんでね。で、三平方の定理を使うと。習ってない方ごめんね、まだね。で、斜めのとこの2乗です。2乗、こっち行こうか。2乗。36イコール、残ったやつの2乗、x2 乗と左残額を足してあげればいいと。これが三平方の定理。で、解いていくと、x2 乗イコール27。で、2乗外す。代わりに、プラスマイナス、ルートがくっつくんですけど、今、長さなんで、ちょっとマイナスも抜きます。マイナスルート27ってありえないんで、プラスの方しか使いません。で、ルート27は、3ルート3です、これ。3区27なんでね。つまり、これの高さは3ルート3って分かりました。じゃあ、あと体積求めましょうっていうことで、下がいけるかな？底面積、ここね、四角形は、ここも6、6です、全部。だから、6、6、36、底面積ね。かける、高さ。3ルート3かける、今、錐、尖ってるんで、これに3分の1をかけてあげます。入ったかな ?OK。で、約分すると残ったのが、36ルート3立方センチメートルと。これで終了です。まあ、個人的な意見ですけど、まあ、自分が間違ったってのもあるんですが、10番が一番難しいです、今回のこの中では。で、数学が苦手な方、で10番以外にまあ何問か間違ってしまった場合は、もちろん全部できるようにしてほしいっていう願いはあるんですけど、復習するのはこれ最後でいいです。できるようにするのは。例えば、じゃあ4と、7と10間違ったら、4と7は絶対できるようにしてください。数学苦手な方とかね。10は後回しても構わないんですが、これが解けるようになるっていうよりも、こういう三平方の定理のこの高さを出す方法とか、この辺はすごく使うものなので、もっと簡単な問題でもね。なのでこの辺ぐらいは復習してもらえたらと思うんですけど、まあ順序としては後回しにしてください。個人的な意見だけどね、これはね。よし、最後ドラ焼きいくよ。ある菓子店でドラ焼きが箱で売ってると。6個入りの箱と8個入りの箱ね。で、それを組み合わせて34個買いたいんです。その時何箱ずつ買いますかっていう問題。で、これも計算っていうよりも、まあちょっと泥臭く解いていいかなと思います。個人的には。で、どうやってやるかっていうと、
こうやって6個入りと8個入りがあるじゃないですか。で、基本的に自分は多い方を先に基準でやっちゃうんですけど、じゃあ8個入りを1箱買いましたと。そしたら8個ですよね、当然入ってるのは。で、全部で34個。あ、これでまずいね。34個買いたいんで、こっちで8個買うって決めたら、こっちは26個買わなきゃいけないですよね。でも、26個を6個入りの箱では買えないじゃないですか。割り切れないから。だからこれまずいの、バーツみたいな。じゃあ次、2箱買うって決めました。つまり16個です。こっちは。じゃあこっち何個って考えると18個なわけですよ。34から16引いてね。で、18個買えるかなって考えると、これは3箱で買えますよね。3,6,18 だから。あ、じゃあこれで OK じゃんっていう感じで探してもらえたらいいかなと思います。これが組み合わせが何個もあって全部書きなさいだったら全部調べます。3箱、4箱、5箱に行くと8号40で超えちゃうんで4箱まで調べる必要があるのかなっていう感じになるんですけど、まあ、今回1個見つかれば終了なので、つまり6個入りが3箱で、8個入りが2箱と。よいしょ。これで終了となります。長くなっちゃったよね。ごめんね、20分超えちゃったね。すいません、長くなっちゃったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では引き続き、まあこの詩集シリーズとか、別の単元のシリーズをね、撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。